スナちゃん、なんだかご機嫌だね。結構大変な依頼だったのに、全然疲れてないみたい。私、わかりやすかったかな。当然だよ。依頼の大変さを忘れちゃうくらい嬉しいことがあったから。クラウディアさんから受けた魔物討伐の依頼は、バレリアたちの協力のおかげで無事達成できた。バレリアの発案で作った爆弾も大活躍。そして戦いの後には、これからもレスナのそばにいて、一緒に何かを作ったり冒険したりしたい。それが今の私のやりたいこと。カフェに戻って報告を済ませた私たちは、クラウディアさんたちと別れ、また王都を出た。今後のことをみんなで話し合うために、一度フリーゲンに帰ることにしたんだ。共に歩みたいと言ってくれた友達と一緒に、私はまた新たな一歩を踏み出す。そういえば、次の行き先とかはもう決めてるの？ね、まずは師匠と話し合ってみようかなって。師匠も私も目指すところは同じだから、果ての大陸を見つけて、そこに眠るマナを使って錬金術を復興させる。見習いを卒業したんだから、師匠の力になれると思う。分かったわ。レスナがそう決めたなら私も同行する。うん、頼りにしてる。うわ、びっくりした。さすがじゃん相棒。レスナ、大丈夫だった？うん、ありがとう、助かったよ。でもこの辺も油断はできないね。気をつけていかないとね、イザナちゃん。いっぱい作っていっぱい投げるです。コルネリア先輩の錬金術って一体？あ、よし、錬金術の力解き放つ。頑張っていきましょう。このやりました。じっくりいきましょう。頑張りましょう。これもおまけ。いい判断。さすが。今が攻める。逃がしはしない。お見事です。私の番だね。輝け。さすが。順風満帆。これを使うよ。ありがとう。けい。よし、助かりました。よし、集中。疾風怒涛のごとく。さすが。また夢に一歩近づけたね。よし、ここは一気に爆弾で。あ、危なすぎです。マルローネ先輩、私の番だね。錬金術の力解き放つ。どんどん攻撃力。それ準備バッチリ。あ、私の番。それそれそれ。ちょっと怖い。力が逃がしはしない。で、崩した。頑張っちゃうよ。輝け。お見事です。好奇すべからず。これを使うよ。パ
助かりました。それ助かりました。よし、錬金術の力解き放つ。だすごい。よし、次も負けないよ。いっぱい作っていっぱい投げるです。コルネリア先輩の錬金術って一体。私の番だね。思いっきりいくよ。さあ頑張っていきましょう。私の逃がしはしない。わ、私の番だね。輝け。皆さん準備はいいですか。好奇一すべからず。これを使うよ。ありがとう。えい、よいしょ。助かった。よし、集中して思いっきりいくよ。あたしだってが勝ちました。どういうことがあったんですよ、師匠。レスナの力になってくれるなんて素敵な夢ね。ありがとう、バレリア。すごく心が晴れ晴れしているのよ。やりたいことがバッチリハマった感じ。そんなハッピーなことがあったのなら、私を待たせたのは許してあげるわ。ま、待たせてしまいましたか。独り立ちの挨拶が済んだら真っ先に私のところに来ると思って待ってたのよ。話は分かっているわ。果ての大陸をいかにして目指すかでしょ。あの、額がないもんですいません。果ての大陸って本当に実在しているんですか。当然の疑問よ。これから先同じ質問をする人がたくさん出てくるでしょうね。果ての大陸はこのランターナ大陸の外、外洋の先にあると言われる遥か彼方の世界。未知の資源がたくさん眠っていて、あまたの冒険者や船乗りたちがその地を目指したわ。でもそこを見つけた人はいないんですよね。これを見てちょうだい。光り輝いてる。これってまさかマナ。そう、高純度のマナよ。これ一つで相当量の調合ができるわ。遥か外洋で冒険者が手に入れたものよ。冒険者は衰弱して死亡してしまったけれど。私もとあるツテでこのようなマナを見たことがあるが、個人所有しているとはすごいな、ザツキヤさんは。本気で目指しているからね、果ての大陸を。次はこの本を見てちょうだい。これはある遺跡で見つかった壁画よ。レスナには見せたことがあったわね。はい、遺跡に残っていた情報から推測すると、果ての大陸について書かれたものだとか。その遺跡ってこの間私たちが行ったのとは違うの。ああいう遺跡は大陸の各地にあるんだ。こんな風に前時代の遺物が見つかることも多い。知ってるの。格があるね。私だって果ての大陸を本気で目指しているということさ。ほら、この壁画を見てごらん。地面に大量に書かれているのは。あ、これだわ。高純度のマナ。そうなの、
果ての大陸にはマナがたくさん眠っている証拠。へえ、他にもお宝がたくさんありそうって言っても、海の向こうにあるっていうんじゃ探すのは難儀しそうだね。そうですね。でも困難に挑むからこそ準備は早めに進めなきゃって。そんなに急いでやる必要はないと思うわ。寄り道したっていい。いえ、どんどんするべきよ。そこから新たな出会いや発見が生まれるはずだから。新たな出会いや発見。私だってこの村にとどまっていた時間は全然無駄じゃなかったと思ってるの。こうして同じ夢を追いかけてくれる可愛い弟子ができたんだから。師匠、あなたにはあなたの道があるはずだわ。肝心なのは焦らないこと。はい、まずはいろいろな場所に行って人と出会って、私なりに果ての大陸への道を探します。いい顔よ、レスナこれで私も心置きなく旅に出られるわね。え、ザスキアさん、フリーゲンを出るの？ええ、私も私なりの道を進むつもり。どこかでばったり会えるのを楽しみにしてるわね。はい、私も楽しみです。あ、でもアトリエでは会えるんですよね？そんな心細そうな顔しないの。あなたには素晴らしい仲間もいるでしょ。あなたの旅はきっといいものになるわ。応援してるわよ、デスナ。そうだ、果ての大陸が海の向こうにあるかもって話なら、ランゼにも話聞いてみる？ああ、そういえば元船乗りなんでしたっけ。当てになるかな。まあ聞くだけ聞いてみたら。どうせ荷物整理しに帰らないといけないし。ただいま。おお、仕事は終わったのか。そりゃもうバッチリさんちのバッチリくんよ。フロッケは帰ってる？ああ、帰ってすぐまた出かけちまったよ。オートに行くっつってたかな。ほんと働き者ね、あの子は。私らも次の仕事に備えますかね。あの、ランチェさん、実はお聞きしたいことがあるんですけど。果ての大陸か、懐かしい響きだ。ご存知なんですか？船乗りの間じゃ有名な伝説さ。手つかずのお宝が眠る場所がどこかにあるってな。かくいう俺もそれを目指して海に出たもんだ。ほう、ランツェも同じ夢を。いいね、粋な男だ。こんな素敵な出会いが続くなんて、星の導きに感謝を。ぜひランチェさんも一緒に遥かなる地へ船を出してくださいませんか。やめとけ。え、外界にはヤバい魔物がうようよ潜んでやがる。そこを渡ろうなんてのは並大抵のことじゃない。生半可な力で挑んだら全部失うことになるぞ。誰かさんみてえにな。バレリアくらい強くても叶わないんでしょうか。
あいつがいたって船も仲間も守りきれるわけがねえ。私がいる。騎士としてレスナちゃんを守ってみせるよ。イザナちゃん、ありがとう。自称騎士だろ。今のお前じゃレスナの足を引っ張りかねねえ。どういうこと？確かに騎士試験には落ちちゃったけど、それは筆記試験がダメだっただけで、実技の方はバッチリだったんだよ。騎士になれる実力はあるはずだもん。そういうとこがだよ、ジョーちゃん。ちった頭冷やせって。今のお前じゃ海の魔物どころか俺にだって勝てやしねえよ。じゃあ腕比べしようよ、今ここで。ちょっとイザナちゃん、わかった、相手になってやる。そうだね、勝負ありだよ。ランツェの勝ちだ。イザナちゃん、こんなことって。お前は身体能力も五感の鋭さも恵まれてる。だがそれに頼りすぎて動きに無駄、大抵のヤツにはそれで押し勝てるだろうが、真に強いヤツが出た時手も足も出ねえぞ。ランツェはイザナの攻撃をうまくいなしていたね。経験の差が出たというところかな。悪かったな、やりすぎちまった。だがお前が本気なら知っておいてほしかったんだ。俺の船は外洋航海中に鳥獣に襲われた。全てを一瞬でなくした。家族も仲間もな。外洋に向けて念入りに準備したんだぜ。だがそれでも甘かった。旅はまだ始まったばかりなんだろ。だったらまずは手の届くところから目指してみろよ。ランツェさん、私は私かっこ悪いな。そんなことないよ、イザナちゃん。ランツェさんはきっと私たちのことを思ってああしてくれたんだと思うし。うん、それはわかってる。でも自分が情けなくて。ランツェさんも言ってた、手の届くところから目指せって。大陸の中を旅してしっかり経験を積もうね。建設的に一歩一歩。うん、ランツェに果ての大陸のこと聞いたの？うん、でも海に出るのは今の私たちじゃ難しいだろうって。だからまずは焦らず大陸の中を旅しようかなって。そっか、まあ私はレスナについてくだけだから。じゃあ行ってくるね。おっさん、フロッケがいないからってだらけんなよ。お前こそ、そいつが食いもん全部食っちまわねえようにきっちり見張っとけよ。ずいぶんな物言いね。
私全部は食べないわよ。ねえレスナ。もうすっかり家族だね。そういやレスナの家にはまだ挨拶に行ってないよね。大丈夫です、お母さんも旅に出ちゃってて家に誰もいませんし。レスナのお母さんって何してる人なの？冒険者だよ。大陸中を旅してるみたいで全然家に帰ってこないの。今どこで何をしてるやら。お母さんと会えないの寂しくないの？まあ昔からこうだったし、たまに顔見せてくれるしね。元気にやってるんだなって分かれば十分だよ。私錬金術と出会ってそっちにどっぷりだから、お母さんも安心して冒険者をやってるんだと思う。ふーん、そういうもんなのね。それじゃランチェさん、焦らず剣術に行ってきます。おう、この大陸はでけえ、旅のしがいがあるだろうぜ。まだ見ぬ錬金術師と会えるかもしれねえな。それ楽しみですね。まずはどこに向かおうかな。おい、決まってねえのかよ。そうだ、まずはオートに向かったらどうかな。オート？もう何度も行き来してない？ふふん、まあ聞きたまえよ。レスナはオートでの依頼を順調にこなしてるだろう。今のレスナなら大陸中から集まってくるような難しい依頼も受けられるんじゃないかと思うのさ。なるほど、旅するついでに依頼をこなしちゃおうってわけか。目標がはっきりしている方がやる気も出るだろう。今後に向けたいい修行にもなるはずさ。修行？さすが同志ロマンさん、良き助言感謝です。人助けもできますし、そうすれば大陸中の人たちにもっと錬金術の魅力を伝えられるかもしれません。うんうん、すっごくいいと思うわ。よし、決まりだね。それでは新たな目標に向かっていざ行かん。先輩は私が守ります。あれ、これでいいのかな。私の番だね。錬金術の力解き放つ。出番ですね。あたしだってやりました。気持ち、それそれそれ、今がチャンス。止めてみ、止まって見えるぞ。終わりだ。私の番なり、輝け。負けていられん。好奇一すべからず。これを使うよ。助かった。それありがとうございます。そろそろ錬金術の英知解くと見よ。これで仕上げ。完璧。よし、次も負けないよ。あそこにいるの、私のフロッケじゃない。ヴァレリアノじゃないでしょ。私のって、そういやオートに来てるって話してたっけ。隣にいるのコルネリアさんですよね。あともう一人は誰だろう。面白いものが多いですが、やっぱりこの品揃えは特殊すぎると思うです。特殊なの？
ずれますけど、こういった品物を欲しがる人は少ないかもしれません。そんな、それじゃあ店を出したって生活の足しにならないじゃない。フロッケ、コルネリア、元気？皆さん、あ、どうもです。何？あんたたちの知り合い？はい、フロッケのお友達です。ふーん、そうなの。私はウィルベルよ、よろしく。私はバレリア、こっちは。まあ、いろいろあって最近この町にやってきたのよね。つまり異邦人というわけだ。道理で珍しい格好をしていると思った。うん、まるで絵本に出てくる魔法使いみたいで素敵ですね。魔法使い？あ、ごめんなさい、魔法使いだなんて子供っぽいですよね。はあ、誰が子供よ。私は劣気とした一人前の魔法使いなんだから。いや、ウィルベルさん自身のことじゃなくて、って、え、本当に魔法使いなんですか？げ、しまった。そうよ、私は魔法使いなの。本当かな。お、ヒガン、これで信じてくれた？すごいすごい、本物の魔法使いなんて初めて会っちゃった。絶対言いふらすんじゃないわよ、ここだけの秘密だからね。はあ、それで品揃えが特殊だったですね。でもそれなら別の強みがあるかもしれません。魔法使いさんならではの使い道から売り方を考えてみたらどうでしょう。なるほどね、どうにか売りたいから助かるわ。お役に立てて何よりです。それではそれぞれの品物の使い道を教えてもらえますか？これはあんまり邪魔しちゃ悪いよね。でもフロケちゃん楽しそう。我が家自慢の行商人だもん。そうだ、せっかくオートに来たことだし、私は野暮用を済ませてくるとしようかな。君たちはカフェに行くんだろう？私もすぐに合流するよ。わかりました、それじゃ先に行ってますね。野暮用ってなんだろう、何気に謎が多いよね。友達にお土産を渡しに行ったのかな。あら、早速会ったわね。え、あ、師匠。どうやら目標を見つけたようね。はい、まずはランターナ大陸の各地で依頼をこなすことにしたんです。きっと多くのものを学べる旅になるはずよ。しっかり頑張ってらっしゃいね。はい。ところで師匠の方はどうしてオートに？図書館に少し用事があったの。オートだけあって蔵書量も多いし助かるわ。久しぶりに来てみたら初めて見る本もいくつか増えていたし。ザスキアさん、前にオートに来たことあったんだ。ええ、この町は相変わらずね、どこも賑やかで活気にあふれていて、こうやって行き交う人たちを眺めるの好きなのよ。へえ。錬金術が発展すればこの王都ももっと輝くでしょうね。そうですね、そのために
私も頑張らないと。じゃあそんなやる気たっぷりのレスナにこれをあげる。え、依頼書ですか？そう、私がさっき受けてきた魔物の討伐依頼なんだけど、ちょっと別の用事ができちゃって、取り消すのもなんだし、代わりにやってくれない？まあ別にいいですけど。それじゃあまったね。結構自由な人よね。これくらいならすぐ終わりそうね。ちゃちゃっと済ませてきちゃう？そうしよっか。任せたぞレスナ。私の番だね。思いっきりいくよ。頑張っていきましょう。それやりました。じっくりいきましょう。今なら何でも。みんな下がってて。とりあえやったね。今がチャンス。力が止まって見えるぞ。終わりだ。隙が見えるわよ。頑張っちゃうよ。輝け。いい判断だ。好奇一すべからず。これを使うよ。ありがとう。えい。よーし。ありがとうございます。よし、集中。疾風怒涛のごとく。すごい。また夢に一歩近づけたね。ロロナ先輩は私が守ります。あれ、これでいいのかな。よし、集中。思いっきりいくよ。気持ち悪くなっちゃった。それそれそれ。負けてガラ空きだな。いた。仕留めて逃がしはしない。で崩した。自分の経験は信じるんだ。値段輝け。お見事です。好奇一すべからず。これを使うよ。すまない。当たれ。よいしょ。助かりました。一度立て直す。思いっきりいくよ。さあ、どんどん攻撃で。みんな下がってこ。負けていられん。力が逃がしはしない。すごい。私は負けないさ。やっぱり大丈夫だよ。お姉ちゃん、
今までだってそうしてきたんだから。そうよアシャ、このウィルベル様にドーンと任せなさい。アーシャちゃんの妹煩悩ぶりは相変わらずだな。こんにちは。あ、アーシャ先輩と、ウィルベルさん。難しい顔してるけど何かあったのかしら。取り込み中みたいだね。今は挨拶しない方がいいかも。バレリア？はーい、アーシャ、元気？バレリアさん、レスナさんたちもオードに来ていたんですね。あら、あんたたちさっきのアーシャ知り合いだったのね。うん、私がこの世界に来てからお世話になった人たちなんだ。ニオ・アルトゥールです。お姉ちゃんがお世話になってます。アーシャの妹ちゃんなのね。それじゃあニオも錬金術師なの？あ、私は違います。でも薬草については自信がありますよ。それでこっちはレジナさん、よろしくね。アーシャちゃんたち姉妹とは昔からの付き合いなんだ。あの、何かあったんですか？先ほど深刻な様子で話してたように見えましたが。深刻ってほどじゃないよ。ちょっと今後の方針について話し合ってただけ。皆さんは普段から一緒に？元々は私とレジナさん、あとウィルベルさんの3人で行動してたんです。調べたいことがあっていろんな場所を旅してんの。ああ、じゃあさっきお店を出していたのはロギンを稼ぐため？そういうこと。その旅の途中でこの町に寄ってアーシャに会ったってわけ。おお、姉妹の感動の再会だね。会えたのは嬉しいんです。でもまた私が旅に出ようとしたらお姉ちゃんが。だって今度は大陸の南端まで行くっていうから。そんなに遠くまで行くなんて心配だもの。ま、そういう感じで背伸びしたい妹と心配する姉が言い合いをしてたってわけ。なるほど。そんなに心配ならアーシャも一緒に行けば。町の皆さんから薬の注文をたくさん受けていて、しばらく王都を離れられそうにないんです。まあそういうわけなのでお気になさらず。アーシャのあんな顔初めて見たね。そうかも。すまない遅れた。あ、ロマンさん、用事は終わったんですか？ああ、なんだか賑やかだね。ま、邪魔しちゃ悪いし、私らも用事を済ませますか。依頼だね。どんなのがいいかな。王都から離れた場所、王都州以外の依頼はないでしょうか。え、別の州からの依頼だと、この辺かな。実績を出したレスナなら受けられるよ。クア州からの造船用木材の調達、ルイネ州からのネズミ退治用品の納品。へえ、いろんな種類の依頼があるんだね。本当に大陸中から依頼が集まってるのね。実はそれぞれの州にもこのカフェのように冒険者を募って依頼を斡旋する場所はあるんだ。ただそこで解決しきれないものはこうして王都の方に流れてくる。より優秀な冒険者を求めてね。つまり
ここにあるのはどれも一筋縄じゃいかない依頼ばかりってわけか。この依頼、何何？ハイネ州における穀物の不作の原因調査と改善。ここ何年かずっと不作が続いているらしくて、いろいろと対策を打ってるけど成果が出ないみたいだね。この依頼に興味があるの？はい。普通のやり方でダメだったとしても錬金術ならもしかしたらって思って。ハイネ州っていうとランターナ王国の南端に位置している州だね。火山が多くて一般の人が入らない山の中にはなんと竜が出ることもあるって噂。竜？ねえハイギ、竜ってめちゃくちゃ強いんだったわよね。らしいね。鳥獣認定されている竜もいるとかいないとか。その火山の竜を倒して騎士に迎えられた人がいるんだよ。え？竜退治されちゃったの？イザナちゃんが大好きな英雄とね。私も本で何度も読んだ。竜を退治とかどんなにおっかない人なんだろうね。ふっふっふ、実は元の世界で退治したことあるんだ私。竜ですか？すごいですライザ先輩。と言ってもみんなで協力してやっとって感じ。あれを一人で退治するなんて信じられないよ。でもさっきの竜を倒した人、騎士ってことは王都にいるんでしょ？ぜひ一度手合わせしてみたいわ。まあ話が火山からそれたのでそれは置いといて、旅の第一弾としては少しばかり過酷かもしれないよ。王都州と全く違う環境に足を踏み入れることになる。それにほぼ大陸を縦断するような旅路だ。これまでと比べ物にならない長旅になるだろうね。それでも私はこの依頼を受けたいです。大変かもしれませんが、でも錬金術がみんなの役に立つなら頑張りたい。ダメですか？ダメも何も君の旅だよ。応援するまでさ。レスナちゃんがそう決めたなら私は一緒に頑張るよ。私ももちろんレスナについていくわよ。みんなありがとう。了解。それじゃこの依頼ってことだね。レスナ頑張って。はい。さあ旅の準備を始めないとね。そういえば大陸の南端まで行くって言ってたような。レスナちゃんどうかしたの？私ちょっと行ってくるね。え？確か南の方は火山がたくさんある一帯なのよね。契約できそうな強力な精霊がいるといいんだけど。なかなか人が立ち入らない場所だし、珍しいものが見つかったりしてね。え？そんな場所なの？やっぱり行くのはやめた方が。あのそこでなんですが、レスナさんどうかしたんですか？皆さん大陸の南端の方まで行かれるんですよね？うん、ハイネ州だっけ？あの辺りまでね。実は私たちもこれから依頼でハイネ州に行くんです。仲間は多い方が安心ですし、よかったらご一緒しませんか？本当？一緒だと心強いな。本当ですか？私たちこそお願いします。この世界の話をたくさん聞けそうで楽しみです。こっちでのアーシェの活躍の話もいっぱいできるよ。うわ、それも聞きたい。え、私のですか？よかったわね、レスナ。旅が楽しみだね、イザナちゃん。うん、張り切っていこうね。いいよね、
お姉ちゃん。うん、皆さんが一緒なら私も安心かな。安心していただけるよう誠心誠意頑張ります。ま、気楽に行きましょう。変わったんだな、デスナちゃんは。それに引き換え、私は。ランツェとのこと気にしているのかい？まあ。焦るなかれ。君の大切なものはすでにそばにあるのだから。ふん。よーし、そうと決まれば団結の宴を開くとしよう。イクセル、聞こえてただろう。準備を頼むよ。はいよ、ちょっとばかり待ってな。とびっきりの料理を作るからさ。少し時間が空きそうだな。相棒、簡単な依頼でも片付けてお腹を空かせてくるってのはどう？いい提案ね。戦って食べる、これに勝るものはなし。よし、ここは一気に爆弾で。あ、危なすぎです、マルローネ先輩。よし、集中していこう。疾風怒涛のごとく。頑張っていきましょう。それ。さすが。頑張りましょう。それそれそれ。今がチャンス。私の番、逃がしはしない。お見事です。頑張っちゃうよ。